次は、ステップ4です。でこのステップ4は、どうするかと言いますと、まずは、ノーコックステップ1、それからコックを使った状態ステップ2、そしてスリークォーターのポジションまでいったステップ3で、今回のテーマはお忘れになってないと思いますけれど、ドローなわけですね。ドローボールで、ダウンスイングの時にそのままこうやってクラブが上から来る人がいるかもしれませんっていうのをステップ3の最後に伝えようと思います。で結局こうなってしまうと、まあ、基本的にはドローボール、いわゆるちょっと右に出て球が戻ってくる球っていうのはできないわけですよね。でそこでやっていただきたいのが、スリークォーターまで行きました、ステップ3のところまで行きました、そこからクラブそのものをちょっとこう腕だけで下げる練習してください。ストーンと腕だけでいいです。下げる練習で、下げる練習を入れることによって手元は相当下がってきて、トップで、まあ、レードオフの状態、クラブ後ろに行ってる状態になってるはずなんで、そのまま真下に落ちるはずなんですね。それを反動とかつけずに真下にまずは落としてくる動きで、この時に真下に落とします。落とした時に腕だけで真下に下げる作業もだけでやってもまずはいいんですけど、いや意外とそれできるよって方は、その時に左足のステップもうまくちょっと踏んでってもらいたいなと。腕が下げると同時に左膝がどう使うか、左膝がちょっと内に入ったまんまグッと中にこう入り込むようなイメージで、ダウンスイングするもよし、もしくはちょっと左膝が、左にちょっと、まあ、逃げるというか外に出しながら使っていくもよし。この膝の使い方というのはつま先側でいくかヒール側でいくかでタイプは変わるわけです。例えば左膝が外側に出ていくタイプの人というのは、基本的には左のつま先の方向でヒールを少しインステップさせるような作業で落としていきます。でこれはこれでも全然問題はないです。腰は回っていきます。もちろんこう、ね、逃げすぎちゃダメですけど、非常に綺麗に腰もターンしやすい。それから膝が左側に逃げるとちょっと左腰も少し低い時間が保てるんで、A の左肩とも連動してきますから、ダウンスイング的にはこれも全く思って問題はないです。ただその時の場合、少しこのポジションで見るとちょっと絵的に、まあ、どうなのっていうのも若干あります。でも最近のプロゴルファーたちはそうやって使う人たちも多いです。でもう一つとして、少し左膝がちょっと中に入るような、いわゆる膝の位置を変えないようにして少しこう踏み込んでいくような作業、これは、後々やる地面反力 の、力を使えてこれるんで、必ずこう踏み込む作業っていうのは左膝のちょっと笑う人も、左膝が中に入ってしまってくる人も必ずグッと左にちょっと踏み込む作業は必要です。体をこうやって戻す作業っていうのは、まず一回踏み込みがないと戻る作業、これ意味ないですから、まずは踏み込む作業っていうのはちょっと必要がある。とにかくダウンスイングの左膝を内側か外側、これを、手元が下がるときに同時にグッと極端にやっておきたいなと。ここの作業です。これを覚えてください。これはあの前にも言ったけど、女子の最高スイングがミッキーライトも散々やったみたいです。1、2、3、4、4回くんですって、そこからピュッて重いクラブでやったらしいです。これ本当やっぱね、僕ワンツースリードリルって昔やったんですけど、まあワンツースリーフォードリルですよね。4回ぐらいこうやってからピュッてやるのもいいと思います。でこの作業をやることによってクラブがストンと下がる、下がってきたものがそのまんまで来ると、少しインサイドから来ますよということです。これをね、ちょっと試してみてください。皆様ご視聴ありがとうございました。
できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。